俺だってお前をこんな場所に閉じ込めたくはない。お前には無限の可能性がある。その未来を奪うのは実に惜しい。無意味な幻想など捨ててしまえ。これ以上待っても無駄だ。勝ったのは俺だ。勝者のそばにいる方がこれからは全てを二人で見届けよう。朝食を持ってきたよ。
昨日の夜から何も食べてないだろう。ごめん、その願いは叶えてあげられそうにない。6時頃にはライラ島に到着する。それまでもう少しだけ頑張って。船のキッチンを借りてイチゴトーストを作ったんだ。好きだろ？ローズティーも入れたよ。少しでも何か口にした方がいい。安心して。君が望むなら週末に時間を作って会いに行くよ。私も学院にいるからね。実はこの学期中に特別な仕事があってね。今までのように毎日は会えなくなると思う。でも君が会いたいと望んだ時には必ず会いに行くよ。最近漫画のことで悩んでるだろう。君のことはわかるよ。前に言ったことを覚えているかい？クリエイターにとっていろんなものを見たり聞いたり経験したりすることはとても大切なんだ。天気もいいことだし、甲板に出てごらん。学院の生徒が他にもたくさんいるから友達を作ってくるといい。
いや、このバルコニー一緒に使ってもいいかな。いきなり触れてしまって失礼。でもこれ以上下がると海に落ちるからな。泳ぎは得意だけど、すぐに助けられるとは限らない。レディーには自分から名乗るべきだな。俺はロカ・ロスチャイルドだ。次の入試では俺の名前を問題に出してもらうとしよう。まあいい、ロカって呼んでくれ。ああ、本を読みたくてね。ここは読書にぴったりだ。これさ。もしかしてこれを読んだことがあるのか？そうか、残念。俺は作者のファンでね、サインをもらうのが夢なんだ。
貸してやるよ。気が向いたら読んでみて。もし気に入ったらそのままプレゼントしよう。遠慮はいらない。同じものを何冊も持ってるんだ。お前も絵を描くみたいだし、勉強にもなるだろ。そこにいるのかい？ああ、ロスチャイルドさんもいらしたんですね。こちらはロカ・ロスチャイルドさんだよ。フレストロングループの総裁でセントセシル学院の主要株主でもある方だ。自己紹介ならもう済ませたさ。そうだろ？今日は海が穏やかだから問題なく島に着けそうだな。入学おめでとう。おめでとう。自立した大人への第一歩だな。将来は俺のような立派な人間になれよ。それに関しては賛同しかねます。明日には住む場所が整うからまた連絡するよ。臨時宿舎には一人で行けるかい？そうか、気をつけるんだよ。漫画のことだけど、その時が来ればどう描くべきか自然とわかると思う。だからあまり焦らないで。
休みの間ピアノ触ってなかったからしばらく練習室にこもらないとまずいな。ムジークスの審査に落ちるかも。一番人気の音楽サークルだから気合い入れないと。ねえ、昨日星占いしたんだけど、なんて出たと思う？星のお告げによると、今年は学院で大事件が起きるって。どうやって占ったの？昨日は船から星なんて見えなかったけど。望遠鏡で見たの。休み中に買った新しい相棒。はいはい、ひよっこちゃんたち注目。俺は学生会長の士官だ。今からこの俺が学院を案内してあげよう。興味のある子はついてきて。こっちこっち。正面に見えるのは学院の本部と、明日の入学手続きもここでやるぞ。ここが法学部の学部と。ちなみに俺も法学部。平和と正義の化身って感じがするだろ。こっちは音楽学部の学部と。見よ、この芸術的な雰囲気を。前を通るたび清らかな音色が俺の魂を震わせるんだ。そう、自分が風に揺れる一輪の蘭になったかのような気分になれる。天文台は山の上にあるから、天文学部の学部棟はメインキャンパスからは少し離れてるんだ。その分景色は最高。ちなみにこの学院の創始者である孫卓一理事長は天文学部の教授でもある。うちで最も古い学部なんだ。他の大学にもあると思うけど、うちにも行ってはいけない禁断の場所があるんだ。それが裏山の洞窟。入ったら最後どうなっても知らないぞ。まあまあ、そんな怖い噂も大したことないさ。なんせこれから君たちには楽しいイベントがたくさん待ち受けているからね。例えば3日後にあるスターズ杯。これはセントセシルでも一番大事なイベントの一つで、どういたしまして。何かあったらいつでも生徒会においで。この会長自慢の助手が誠心誠意対応するよ。
皆まで言うな。お願い後輩ちゃん、他の人、特に会長には絶対言わないで、じゃないと俺。命ある限り会長の座を狙い続けているからさ。